チケット売り場です。 ATM もあります。今朝の9時40分ぐらいですね。いっぱい観光客がいます。ここはね、あの西の門で、ここですね、タクシーがいっぱい止まってます。でね、今から行きたいと思います。ホテルに向かいます。You need a guide? No. Hi. 雨が止みました。綿菓子が売ってると思ったら帽子でした。すげえ、帽子がむっちゃ売ってる。ここはね、お土産屋さんですね。ずっと告知にもラクダが売ってますね。かわいい。じゃあ高そうな帽子やな。でね、そこにほら塔があるんですよ。そしてその塔を曲がってホテルに行きます。まだ人が少ないからね。ここで階段があります。楽しそうなやつがありますね。よいしょ。面白い。あ、レストランだって、ここ。どこに行ったらある？あ、ここがね、アルカンジホテルって言って、あの前に泊まろうかなと思って調べてたところです。はい、自分が泊まるホテル、ユーロアジアホテルが見えてきました。その角にあるホテルです。ですね、めちゃくちゃ寒くてホテルに帰ってきたら部屋がもう用意できてるということで入れてもらいました。はい、こんな感じで。あ、バスタブもあります。で結構ね、あの広いんですよ。よかった。こういうセットもあります。ちょっとね、寒くても休憩したいと思います。クフナアルクというところに来ました。クフナアルク城はですね、まあ言ったら城やから、なんかこんな感じでね。城って感じやね。王の椅子があります。この辺の絵はなんかなかなか雑な感じで思ってたんとちゃうみたいな感じですね。でもこの木の扉がすごいなって思います。お土産物屋さんがね、ここはずっと並んでます。何に印をつけるハンコみたいなやつ。
こんな感じで、そしてここもミナレットがむちゃくちゃでかいです。ホテルなんだこれ。ムハンマドハンメドレセ。なかなか寒いですね。なんか王様がいそうなベランダ。行きます。かな、もしかしたら。ムハンマド・ラヒム・ハン。めっちゃ人って感じ。アジアの顔でございます。カルタミノルっていうところからこの真ん中のね通りを歩いてます。レストランがね、ああやって上にテラスがあるレストランがいっぱいあります。あ、これはラクダの毛でできたやつやな。むっちゃ高そう。この辺はお土産物屋さんがいっぱいあります。テラス何センター、で、そのやつがこれですね、ジュマモスクのところの塔。なんかね、もっと土っぽいところを想像してたんですけど、この歩くところもちゃんとこう舗装されてね、なんか砂ぼこりが立ってるイメージを想像してたけど、全然綺麗でした。たくさんお土産物屋さんがあります。ジュマモスクに行きたいと思います。ここは木でできたところ。タッシュハウリ宮殿のところに行きます。これがかの有名な、なんか畳んだりして、木よく見合わせて台になるんですよですね。めっちゃ風やんか、危な。これがね、タシュハウリ宮殿です。開いてないですね。また後で行きます。ここはメドレセなんですが、クトゥルムラドイナックメドレセっていうところになります。中庭のところになんか穴があります。何ですかこれは。見ていこう。ありませんけど、あります。わあ、何でしょうかこれは。
上に穴が開いてます。謎の空間。ちょっと部屋を覗いてみます。このドアとかにもいちいちこう装飾があって綺麗なって思います。こんな感じで部屋になっています。あ、この盛り上がってた部分が上か。何なんやろこれ。すっごいクラフトセンターマスタークラスクで、あっからなんか門に登ってる人がいますね。宮殿です。中庭が広い。そして青が映えます。お土産物屋さんがあります。あ、綺麗だ。ここのタイルが、こういうタイルね。この上の天井の柄もめちゃくちゃかわいい。おお、かわいいです。木のドアがね、いろいろ展示してある。すごいね。そしてわあ、すごい素敵。上の天井のところもめちゃくちゃいろんな柄があって綺麗。すごい。例えばこれやったら、来まして、こんな感じで、綺麗な柄がついております。上がちょっとね、暗くて見えにくいんですけど、こんな感じです。ここにはすごくこんな台があります。こんな風に暮らしてましたよっていうやつがありますね。素敵です。昔の世界に紛れ込んだ。柄が可愛い。もまた歩きたいと思うけど、まあちょっとメイン通りに戻る。名前を入れてくれるそうです。そしてこれは全部木に書いているということです。あ、綿菓子が売ってます。これあ、キャメル？あー、すごい。キャメルのやつ？面白い。あー、キャメルな。あったかそうやな。うわー、すごい。これめっちゃ分厚い。キャメル？おお、風ビューってなって。キャメル？
この店でお昼を食べることにします。寒さ、群馬、美味しそうですね。なかなかたくさんある感じのレストランです、ラグマンとレモンティーが来ました。このレモンティーね、めちゃくちゃ美味しいです。ラグマンはこれもすごいいっぱいおかずが入ってて美味しそうですね。これヌードルになります。ヌードルね、食べたいと思います。スーパーマーケットに来ました。水をね、買いたいなと思って来ました。食べ物がありますね。お水がありました。冷えてなくていいんだよ。80円とか。お菓子とか売ってるのかな。ティーがいっぱい。で、なんかクッキーがそのまま売られてる。ポッキーすごいですね。なんかめちゃくちゃそのまま売られてる。量り売りですね。あ、アメちゃんとかも量り売りであります。桜のような木があります。多分これアーモンド。で、あちらにイチャンからの城壁が見えます。やっと天気も良くなってきて戻っていきたい。やっと晴れてきました。すんごい風で雨も降ってきたんですけど、ちょっとマシになってきました。こんな感じで今城壁の上から撮ってます。ここの通りが結構素敵です。こんな感じで ペットワークショップ。すごいな、ここら辺。この鳥はね、あのおじさんがね、吹いてますよ。吹いてます。鳥ですよって言って。本当に鳥がいるのではない。はい、クラフトセンターね、朝見たところ。面白い。すごい。オリハンドメイドね、すごい。わあ、色白い。マサラもいっぱいある。サラ違う、マグネットめっちゃ可愛いな。触り心地が良さそうな、あったかそうね、ふわふわ。
ですか。すごい可愛い。めっちゃ可愛い。あー、これとかすごい可愛い。How much? 40,000 40。結構するな。そんなするんや。メイクセンターを入って右側の方のね、通路ずっとまっすぐ来たらこのお店で買いました。すごい安くしてくれましたよ。あの真ん中の青いやつが、15ドルにしてくれました。あとスカーフですね。あの辺にシルクのスカーフがあって、あのシルクは7ドル、2枚買いました。1枚7ドル。そしてラクダのやつが10ドルまで分けてもらいました。最初15ドルって言ってたんですけどね。じゃあバイバーイ。めっちゃかわいい。アトラス、アトラス、あ、ここココーン。マジで、あ、そうなんや。マンホールもかわいいです。今からこの塔に登ります。10万スムやから1200円かかりますけども、あ、むちゃくちゃ階段が急、はあ、これはしんどいぞ。じゃあ頑張っています。はい、ところどころにこんな感じで穴が開いてて景色が見えます。頑張って登ります。1個の段がむちゃくちゃでかい。海が見えました。こんな感じで、すごい。これはめちゃくちゃすごい。
夜は夜でまた違って素敵な感じですね。夜はね、ほとんど店はやってないですね。お土産屋さんね。